演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの宇治抹茶のパフェを食べたいと思います。あ、京都府産宇治抹茶仕様、これは美味しそうですね。わらび餅まで乗っています。これは期待が持てますね。和風パフェといった感じで、あ、こうそうこうしているうちに抹茶の香りがしてきました。ではいただきます。本当にそう言っても差し支えないぐらいいろいろ楽しめます。ソース、クリーム、スポンジ、プリン、ゼリーと5種類の抹茶を一度に味わうことができました。わらび餅やあんこ、生クリームもそれを見事に引き立てていてとっても美味しかったです。宇治抹茶が好きな人にはぜひおすすめしたい一品ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。